年のクリスマスプレゼント、トレンドは大人と進化系です。先月日本玩具協会などが今年のクリスマスのおもちゃのトレンドを発表しました。その中にこちら、大人と子供が一緒に遊べるコミュニケーションの道具としてのおもちゃが挙げられました。コロナ禍、自宅で子供と大人が一緒に過ごす時間が増えたことから、おもちゃの役割も変化しているというんです。傾向としては、大人にとっては懐かしい定番のおもちゃが続々進化を遂げていて、それが子供にとっては新しいおもちゃとして一緒に楽しめる商品となっているんです。お二人、定番のおもちゃと聞くとどんなものを想像しますか？やっぱりボードゲーム、なんかオセロとか、あと人生ゲームを家族でやってました。人生ゲームも進化していて、最新のものは、配信で投げ銭とか、仮想通貨で資産運用とか、そういう言葉出てくるんですよ。時代背景に合わせていろいろ、ちゃんと世相を反映してるんだよ人生ゲームってね。こうバージョンアップしていくためにね。私は野球版でしたけどね。消える魔球っていうのがあってね、レバー引くと何のことはないベースのホームベースの前のところに穴が開いて球が落ちるだけなんだけどね。いやいや、それも楽しめますよね。いろいろなおもちゃありますよね。ちなみに大人にとって懐かしいおもちゃの一つ、こちら、たまごっち。私も世代ドンピシャ持ってた。そうですか。中学生ぐらい？中学1年生です。銀座の博品館に父に連れて行ってもらって大行列の中並んで買った記憶があります。大ヒット商品。26年前の平成8年に初期型が発売されて、以降ヒットしている商品なんですけれども、育成型のミニゲーム、これが進化しまして、令和3年たまごっちスマートというのが発売されました。はい、腕時計みたいな。そうなんです。たまごっちは、卵、そしてウォッチというところから来ていまして、そうなの？はい、開発当初の原点に立ち返って初めて腕時計型、ウォッチ型を発売したということです。カラーになってる。はい、見ていくとですね、タッチパネルで操作ができるなど、新たな機能を搭載した進化版となっています。時代だね。時ですよね。当時白黒だったもんね。はい、白黒でした、はい。また先月にはアメリカから日本に逆上陸したこちら、欧米版たまごっち、オリジナルたまごっちです。そんなのあるんだ。そうなんです。販売初日で完売という人気ぶりだったんですが、これ中の感じは、これ私が遊んでた当時のシンプルさ。そうなんです。ゲームの中身は発売当時のままなんですが、カラフル。そうなんです。16種類という豊富なカラーバリエーションがヒットの理由ということで、今年 Y2K という腰に下げてある。そうなんですよ。2000年代のファッションの人気が再燃していて、26年という時を経ておしゃれの一環として身につけたいという若者、ファッションアイテムになってるんだ。私探せば家にある。今ぶら下げたら私も時代の最先端ってことだよね。断捨離でも捨ててないの？まだ捨ててないはず。まだ。はい、オリジナルたまごっちなんですけれども、現在完売中なんですが、来年1月に新たなオリジナルたまごっちを販売するということなので、気になる方チェックしてみてください。さて、この他にもまだまだ進化系のおもちゃがあります。今年のプレゼント何にしようか迷っているお父さん、お母さん、そしてサンタさん、必見です。伺ったのは JR 新潟駅前にある家電量販店。おもちゃとホビーのフロアにはおよそ2万種、5万点ほどの商品が販売されています。最大の需要期となるクリスマス、フロアのマネージャー佐藤さんに進化するトレンドのおもちゃを教えていただきました。こちらのネイルセットはカラーバリエーションが豊富で、すぐに剥がせる子供用のネイルセットです。かわいい。また家電をミニサイズにした本格おもちゃも登場。子供がより大人を体験できる商品の幅が広がっています。本格的。そして注目のトレンド、進化系のおもちゃの一つがこちら。新しいオセロはなんと立体 3D になります。平面だけではなく側面からの攻撃もできるなど、立体的に進化したオセロ。またゼンマイで直進するだけだったチョロ Q はターンやスピンができるようになったり、ウィリー走行やコントローラーでの操作も可能になりました。
そして1980年日本で発売され一大ブームとなったルービックキューブは難易度高めに進化した商品が続々登場。これは難しいな。全面が真っ黒なルービックキューブは、うん、触れた箇所だけ体温の暖かさで色が現れる仕組み。限られた情報をもとに色を揃えます。進化してる。また誰もが遊んだことのあるブロックのおもちゃレゴは女の子や大人も楽しめる商品が増え、一緒に組み立てる面白さもあることからクリスマスプレゼントとして根強い人気があるといいます。昔ながらのおもちゃがどんどん進化をしていて、ただ遊ぶだけではなくコミュニケーションが取れるおもちゃのバリエーションが増えています。おもちゃを通してご家族の方と一緒に楽しいクリスマスを過ごしていただければなと思います。日本玩具協会によるとおもちゃ業界の市場規模は昨年度が8900億円余り、前の年度より 8.5% 増え、今の形で調査を始めた2001年度以降過去最高となりました。コロナ禍、自宅で子どもと大人が一緒に過ごす時間が増えたことやカードゲームなどの人気の高まりも市場規模を押し上げた要因と言われています。活気を感じるその影響は地域のおもちゃ店でも。こちらは1957年創業の旗玩具店。店内にはおよそ4500種類、2万点ほどのおもちゃが販売されています。今年は対戦用のおもちゃのコマやカードなどの売れ行きが戻り始め、人の動きが感じられるという店長の畑さん。クリスマスのプレゼントを求める人にも変化があるといいます。クリスマスだと最近まあ人も動いてきたので、まあ、あの何年ぶりかにこう帰省するような孫のために買いに来るとか、あとまあ親戚の方が集まるから買いに来るとか、そういうお客様も多いですね。コロナ禍3年目のクリスマス、進化する定番おもちゃで今年のクリスマスをみんなで楽しんでみませんか。ということで VTR にもありました進化する定番おもちゃをご用意しました、はい、そしてお二人の前にも、進化系おもちゃご用意しましたので、はい、ぜひ遊んでみてください。私この可愛らしいサイズ感のチョロキューがあるんですけど、後ろにこれコインがもうすでに乗ってて、ちょっと走らせてみますよ、はい、お願いします。では行きます。なんかこう上向いた。そうそうそう、そうなんですよ。この前輪を上げて走る走り方、はい、何でしたっけ。ウィリー走行。ウィリー走行ができる、はい、でこれね、2回引くとまた違った動きするということで、いきますよ、はい、1回2回ほら、方向転換したの分かりました。カーズみたいだね。そうなんだ。あと3回もまた違う動きするんで見せたい、はい、いいですか。お願いします。1、2、3ほら。ちょっと落ちそうになっちゃいましたけど、トラハイさんの動き見てた方が面白いよ。進化してるんですよ、チョロ Q も。面白いですよ ね、 ね、さあ、堀さんの前にあるのがこれドローンですよ。そうなんです。ドローン、ドローン、これスイッチ入れますよ。おもちゃのドローン。ほらスイッチ入れるとなんかほら歌舞伎町みたいになっちゃったでしょ。鮮やか。で、これをスイッチを入れますよ、はい、そうするとどうなるか。ほら、あった。おで、これね、熱を感じてどんどん高くなっていくんですって。はい、あら、もうスタンバイしてんの。い早いよ、スタンバイが。楽しそうだったらちょっと押しちゃダメですよ。押しちゃダメ。もう一回、ディレクターがもう一回って言ってます。引いてみようか、はい、ちょっと待ってくださいね。点滅が終わってから。おー、来た。これをこんなにお二人がスタジオ中を歩き回る。なんか UFO を呼んでる諸橋さんみたいになってんね。もう一回押してください。あ、着地しました。もうキャッチさせたら日本一。本当ですか、ありがとうございます、これ大人も楽しめますよ。そうです、
あ、どうしたの？いやスタンバイが早い。楽しそう。はい、はい、次のコーナーの佐藤さん、はい、移ってしまいましたけれども進化系おもちゃいろいろご紹介していきました。コミュニケーション能力が、ね、高まると思う。やはりそう思います。対面のゲームというのは ねどれもゲームをやるだけじゃなくてコミュニケーションが生まれる工夫がされた商品がたくさんありました。